思います。中島秀樹さんの経歴は今さらご説明しなくても皆さんお分かりのことと思います。ロッキンオンアートディレクションを手掛け、また数多くの著名のカタログ、ポスター等々を手掛けてこられました。作品もパーマネントコレクションとしてフランス国立図書館、モマ、大英博物館等々に収められております。また生駒さんは、タッシェのセールスマネージャーとして20年のキャリアをお持ちです。タッシェはドイツのアートブックブランドで、ブックスタンド、相撲、付きの相撲とか超大きな大型本をから入門的なベーシックなシリーズまで、フレキシブルな独特な出版をベルリン、パリ、ミラノ、ビバリーヒルズ、香港、北米アジアで13店舗を展開しております。今日はそんな2人のトークを楽しんでいただければと思っております。また今日の司会進行はアートコトラックを一緒に運営している作家の時谷にお願いしたいと思います。ではそれではよろしくお願いします。はい、時谷と申します。皆さんよろしくお願いします。では、まず秀樹さんと友野さんのトークを受けて、まず向こうの辺からお話ししましょうかね。まず、どうしましょうね。私、私、90年代後半、あと0年代前半は、本当、各国で育っている人間なんで、中島さんとこうやってお話しさせていただくことが、もう夢のようで、ちょっと気持ちが後がついているところがあるんで、そこにちょっと大きく苦しい点があったら申し訳ないんですけど、ちょっといろんな中島さんからお話ししたいなと思って。先ほどざっくりとプロフィールの方を紹介していただいたんですけども、まずはじめにどこをディレクションっていうか、写真集みたいなとかの仕事を始めたきっかけというか、始まりというか、この辺からですか。そういう仕事に出会いがあって、はい、結構ですね、最初はロッキンオンの出版だなっていう意味をお話してるんですけども、チャットとか、の出版とかから派生して、そういうアートブックというか、最高になるんでしょうか。はい、そうですね。僕はもうロッキンオン入ったのが30年とかで、実際は10年間の下積みがあったんです。いろんな事務所を行って、ほとんど雑巾なので、うちの最高からの場所のものに当たられて、それで自分の中で30年になってから芸人になろうという勝手な肝をつけて、それでロッキンオンの契約者になって、そこで3年ぐらいですかね、4年ぐらいですかね、そこでアートディレクターになって、34年に自分の個人事務所、中島デザインを作ったり、設立したり、この本をやるにつけるこだわりというか、気をつけているというか、僕にとってはちょっと特別な、ちょっと、いろんな仕事をしてますけども、本当にちょっと特別なものだと思います。それはやっぱり、残っていくっていうのが、本としてのもともとの属性として、雑誌も好きですけど、やっぱり雑誌やマガジンですよね。本もやっぱり出てるんですよね。どういうことか、雑誌のように使い捨てみたいなことがちょっとないので、永遠に残っていったときに、ちゃんと残っているかどうかっていうのは、自分の曲みたいになりますよね。で、そのことは考えて、それとやっぱり僕、写真集であれば、よく表紙写真をどんどん使って、文字を写真の中に入れちゃうみたいなことっていうか、写真集でも見られると思うんですけども、僕はやっぱりそういうことはしてなくて、雑誌であればいいと思うんですけど、写真集ではその写真を
抗体もないんだろうとかね、すぐ壊れてきますよ。だから壊さないように、やっぱ写真には文字が入れたくないっていう、まあ、ほとんどそうですね。今、今日はですね、イギリス、ロンドンで展覧会してますけれども、はい、そちらの…ロンドンではないです。シェフィールド。こちらでやってるものの内容も、それの時代のものなんでしょうか。これは、僕はメイドイン東京、アメリカジャパン東京っていう、なんか自分中島デザインとは別のプロジェクトに始めてまして、その第一弾なんですね。それで、まあ、グラフィックデザイナーでワールドツアーやってる人は誰もいないっていう。ことを見てこうきっかけで始まったので、まあ、今日で終わりみたいなんですけど、僕は行ってないですけど、で次はドイツで、その後多分ニューヨークとか行くんですね。でこれはまあ僕グラフィックデザイナーなので写真集だけではなくグラフィックデザインだったり、まあ、写真集だったり、まあ、いろんなもの実践作のポスターとかグラフィックデザイナーとしての態度を表現しています。そちらの作品のベクトルと写真集というのは違うんですか。それは僕はちょっと区分けが自分の中では持ってきているんですけども、それよりは写真集を作るときっていうのは意外に仕事なので、まあまあ、全てによって基本的にそうなんですけども、全ての結果は読者が決定してくるものなので、僕はこれを押し付けるようなものではないんですね。で、まあ、写真集をデザインするのであれば、やっぱりこう写真がよく見える。デザインというか、デザインがこう目立っていくと、写真がやっぱりこうちょっと工夫しすぎると、よくないんですけどね。そういうことはしちゃうデザインはすごく多いんですけども、それはちょっと写真はなってくるかなって思います。シェフの方でも写真集とかいろんな本、まあ、アドブックすごいたくさん出してますけども、シェフに必ず写真集もまた独特っていうか結構すごい大きいのがあったりとかいろいろな想定がいっぱいあるんですけども、そうですね、やっぱりタッシェンはもともとアートブランド、アートブックを作っているブランドということで、実は写真集っていうのはその年代の中の一部なんですよ。で、アートの本も作ってるし、建築の本も作ってるし、デザインの本も作ってるし、あとは神様も作ってると、まあ、その中の一つではあるんですけど、やはり写真集っていうものがこう、なんだろう、皆さんにこう感じてもらえる部分として、やっぱり美しいものを見てもらえるっていうのはすごくあると思う。なので私はその写真集は一つこうやっぱり美しいものを見てもらうっていう部分のポイントっていうのがあると思うんですね。そこでそのベネディクト・タッシェンというタッシェンのオーナーがやはりそれをこうどういう形で表現するかっていう時に、まあ、99年にヘルムト・ニュートンのスノーブックっていう、こう50センチ×70センチの大型の本で、しかもブックスタンドが付いたっていうものを出したんですけども、それをちょっとある意味画期的なものだったんじゃないかなと思うんですね。でその後はやっぱりその、まあ、いろんなフォーマットがある中でもやっぱりこの作家には大きいフォーマットが合うだろう、この作家には小さいフォーマットが合うだろうっていうのはそれぞれ考えてると思うんです。でさらにそのやっぱり他社にもインハウスのデザイナーがいたりして、その彼はすごくやっぱりこだわってレイアウトをしてるっていう話は私もちょっと言うときのところがあるので、やはりさっき中島さんがおっしゃったようにその写真をどういうふうに見せるかっていうのが重要なポイントでもあると思うんですよね。でそこにあんまりこう過度に加工してしまうとその良さが伝わらないというところがあると思うので、そのあたりのバランスはしっかり考えて作ってるんじゃないかなと思います。なので、タシエンの出版の人を知っている方、どれくらいいますか？タシエン知っている方、半分いないぐらいですね。実際どうなんでしょうか？タシエンちょっとすみません、結局の、ね、簡単に出てる私の方はドイツの出版社なんで、先ほどまあ紹介になった通り、まあ、出版社である中でもその自分たちのお店を持っているというのが一つのまあ特徴 でなぜ自分たちのお店を持っているかというと、やっぱりその出版社であろうがブランディングをしたいという、ね、考えがあって、やっぱり自分たちのお店を持つことによって自分たちのものも作れるし、自分たちが思うことができるというところで、まあ、自分たちを
お店を作ったというのが一つこう特徴的で、先ほど申し上げた大きなものを作ったりというのはあのコレクターデーションで、まあ、アーティストのサインが入った限定版というのを作ってるんですけども、それも一種アート作品のような形で売るというようなスタンスがあるので、なかなかそういったものって普通の本屋さんでは扱えないと。でそういうものをやっぱり自分たちの店を持つことによってしっかりとそういう、まあ、世界観をアピールできるというようなことが私の一つの特徴だと思います。で、まあ、さっき申し上げた通り、まあ、いろんなジャンルのものをやってるんで、あのアート全体、まあ、アート全体もこの垣根を低くするというか敷居を低くするということ で、より今までこうちょっと高尚だったアートの部分を身近に感じてもらうことができないというふうに考えてやってる商品です。今日も、まあ、なんていうかできていただいてるんですけども、お二人、まあ、私がチョイスしたんですけども、見どころというかお二人にまず貸して、まあ後ほどもしお時間あったら見ていただければと思うんですけども、ここ近年でタッシェンの写真集の中で売れてる本をいくつかチョイスして持ってきたんですけども、中でもあのセバスチャン・サルガドのジェネシスっていう本があるんですが、あのセバスチャン・サルガドっていうのは、まあ、今までずっとそのドキュメンタリーで人をこう撮ってた、人間を撮ってた写真家なんですけども、ある時にやはりこの地球っていうところに目を向けて、この地球がこのまま残っていくだろうかというところに疑問を持って、今のうちにその地球が出来上がった頃の風景が残っているところを写真に収めるということで、8年かけて、2003年から2011年までかけて、あの世界のいろんなところを回って、その自然が残っている、まあ、先ほど前ちょっと違って言ったんですけども、その地球がそのままできた時のまま残っているようなところを、まあ、特にあのユネスコなんかと共同でこう場所をリサーチして、で写真撮って残した写真集がジェネシスというものなんですけども、それが本当に彼が言う地球へのラブレターっていうような言葉を使ってるんですけども、やっぱり今の地球で皆さんが自分たちで行って見れないようなところを彼が撮ってきてると、でこういう場所もあるんだよっていうのを見てもらうっていうことで作った写真集なんですけども、それはもうあの世界中で展覧会がトラベルしているような、まあ、あのプロジェクトで、で写真集もおかげさまですごくよく出てます。ですので、まあ、せっかくなんで皆さん後で時間があったら見ていただけたらと思います。中島さんの方にもできていただいてますと、ちょっとご紹介していただけたらと思います。写真集の話の前に写真の話ができればしたいなと、はい、なぜ写真が生まれたかっていうのは、はい、欲望が生まれてきて、もともと写真になる前のものっていうのは、ダヴィンチの頃からそのシステムっていうのが出来上がっていて、でそれに実際写真になるためにもダークナガールとか、あの何かこう、とりあえず初めての写真っていうのはできアスファルト使ってまして出来上がった時に、何を表現したいかっていうと、やっぱり、なんていうか、本当に愛おしいものっていうか、その愛おしいものは何かっていうと、亡くなった家族です。ね、こう肖像写真というのが、まあ、一番初めの写真というのは風景写真で始まっていくんですけども、最も欲望的なものが家族写真なんですよね。初めの頃それはやっぱりエリアを的にしていたんですけども、やっぱりこうエリアがなかなかこうリアル感が少ないんですよね。それで、まあ、大金星である、まあ、画家をねやってますけど、街の絵を上手い人が一般的な大衆の人たちにそういうことはできないので、記憶の中でしかその家族っていうのはやっぱりこうですね、なくて、でもその顔っていうか、その本当にこうリアルな顔を見るだけでこうその人の思い出っていうのは蘇る、そういう欲望からスタートしたんですよね。だからそれが初めの頃っていうとペンダントに写真が入っていたり、カメラとして入っていたり、そういったものからスタートした、そういう欲望に見えるわけがすごく強かった。で、そのどんどん前に写真っていうのが進化していって、初めはアスファルトを使って、その時間ガラスのものになって、フィルムカラー写真のものになって、デジタルになって、で、これも欲望があって、そういうふうに進化していってきているというところです。
それでまあこれちょっと別の話なんですけども、なぜか特に日本人のクリエイターの人はなんか新しいものにすごく抵抗感があるんですね。例えばカラー写真が出てきた時にカラーで写真でモータードライブみたいなカメラが出てくると、あんなのは写真だったの。それでデジタルなんか、まあ、今でもありますけど、デジタルなんか写真じゃないというのがありますよね。で今これ今の時代ほど写真っていうのは生まれてる時代はないですよね。アイコン現実で言うとアイコンはというかあれは写真ではないです。スキャンなんですけども、あのコピー機とは違う、時間が入ってますね。だから写真とは構造は、まあ、違うんですけども、まあ、大げさにそういう写真というのであれば、まあ、これだけの数がインスタグラムとかいろんなところにこうザーッと出てくることはないですね。まあ、それだけやっぱり写真っていうのは記録性みたいなことを残しておきたいとか、そういう欲望とかっていうのはやっぱり密接に絡んでいるというふうに思っています。ただじゃあそれだけじゃあ素人の撮った写真と、プロの相手の写真と、プロの写真とっていうのは、やっぱりそこはボーダーだと思うんですよね。まあ、素人の写真が悪いとか、悪いとかっていうのは、よく写真で写って、写ってないってことをよく使うじゃないですか。で、僕もよく使うんですけど、じゃあ何を指してその写真っていうのは写ってるっていうのか、写ってるっていうのかっていうところがすごく、やっぱり写真っていうところで、言われたり、今、属性みたいなのがあるんですけど、で、写真っていうのは誰が押しても同じ機械であれば、同じように写るかっていうと、写らないんですね。大変にして写真が写らないようにできたわけですね。例えば同じ教室の同じカメラ、同じものをその場合僕が写した。それで全く、そのプロのカメラを写した。全く同じ状況でもあるんだけど、僕の写真は写ってない。なぜか写らないんですね。そこはやっぱり秘密なんですね。写真っていうのは基本的には写らないのだと、写るのが本当に難しいと思うんですね。近い人がでもその瞬間はもう二度とないっていうのかもしれないし、ね、まあ、なんかその見る角度っていうか、その人なりの視点があるっていうか、ね、まあ、絵とは違う何かこう別のような方がきっとあるとは思うんですけど、ね、はい、これっていうのはない、決める必要は全くないですけども、まあ、でそれで例を出せば、私はアンジュカルセプレッサーという写真家ですね。で彼は、まあ、画家に憧れてたわけですよ。それで毎日より子供の時に、料理美術館に行って彼を見ていたんですよ。でこの写真集に逸話がありまして、でマティスが表紙です。素敵ですよね。それからフランス版のやつ、モテモテのやつ、そこからアメリカ版っていうのがあって、それがタイトルが決定的瞬間っていう、うん、それ日本語も決定的瞬間で、なぜかブレストの方決定的瞬間ってなってしまったんですよ。ところがそのこっちの方の決定的瞬間が一言も入ってないですね、はい、アメリカ版の中で、序文の中で決定的瞬間っていうことが2回出てるんですよ。ブレスソンが言ってるのは決定的瞬間じゃないんですよ。決定的構図なんですよ。決定的構図になるまでまずその場所を探して、まず構造その場所を探すんです。で決定的瞬間に来るまでずーっと待ってるんです。うーん、ずーっと待ってるんです。先ほどデケータンとの話だったけど、そういう瞬間が生まれるっていうのは、先ほどちょっと紹介したサルバドールですね。ずっと待ってます。じゃあまず構図を決めて、そもそも構図を決めて、まだ足りない、例えば人が自転車でこう走ってくれるのがこうずっと待ってるとか、パン屋が頭の中にパンを持ってるのを待ってるとか、あとざっくりと、ね、
例えば一番分かりやすくて、この右でやられた一瞬を永遠と思う。右で。あの、水の中に近くて、右下です。この写真だけは、実は取り組みしてるんです。あの、プレスは絶対戻れるんです。で、この一点だけは実は取り組みしてるんです。左側に電池みたいな実は映っていて、それを取り組みしてるんです。プレスの写真で、これを違うんですけど、ほとんど黒いフレームがついているっていうのは、自分が取り組みしている性能と意識を持つんです。これは実は取り組みしてるんです。これを見れば、ここ左下の方にグラフィックのように、例えばシーンを見せてるんですね。これはシーンがそこがあるんですね。で、こうやって通常の壁にテープがありますよね。あそこにコアがあります。それはあそこにジャンプしてる。左側の壁のところを回して、ジャンプします。そういうところに人が、そのところをジャンプして、早いものをジャンプしてますよね。だからこれはもう3つが合わせた。なるほど。で、このようになって、この構造も、この人が入ってきて、周りが終わりだったんですね。だから、写真の方、いい写真が出るかって言って、それを、なんていうかな、ゲーム化するっていうふうにすれば、まあ、シーンが方向なんですけども、これなんですけども、まあ、仮にゲーム化すると、それはそういった部分も含めて、っていうことですね。例えば、無理目のない人が後ろの影がある、この A の部分とかっていうのを、A の部分に入ってくるんですよ。さらに、ここで、ね、これも、なんていうか、リーダーであったり、リーダーというのはカメラが作るんですから、プラカンのホワイト。プラカンのホワイトというのは、日本人は白黒と言いますけど、それは間違いですよね。プラカンのホワイト。黒白です。白黒って白黒で出てくるんで、黒白っていうふうに言わなきゃいけないなと思います。うん、そうですね。今はその内実だからと、本当におっしゃる通りで、すごくそういうのが、構図、本当に構造を作ったときに、この人がジャンプするのがね、あるんですね。ガラスでもいいです。ガラスでもいいです。例えば、アメリカの長野のカメラマンで組んでたからです。組んでるからで、例えばボスニアで清掃が起こって橋が落ちて有名な写真があるんですけども、その手前に橋が落ちてもらう写真を持っていて写真があるんです。で、そこに一生懸命昔の懐かしい橋が落ちてないのを写真と、そういうふうな落ちてしまった写真が増えて、そういう写真が出てるんですけども、それは偶然的にそれがブラックとかもあるんです。橋が落ちてしまって、それを見た時に組み出てたら、その通りにこの橋が落ちてない写真を持っていないって言って、それでこう持っていくで、それでもうちょっと持ってて、もうちょっと持ってたから、実は持ってたんです。セットの写真です。座ってたけれども、ブーネを持ってきて探す。ブーネとセットアップを言い慣れずに行く。そうですね。きっとこの写真もそういうところがありますね。アイデアの方法したり、どちらにどちらを言っているのかっていうことで、レストの会議で会議に深くを知っているので、ちょっと考えがちょっと違うんですね。で、最終的には72年の年が、今、本に書いてあるんですね。一番振り返りできないんですから、振り返りは、一番進まれて、振り返りできないと思って、とっていない、戦争の時に経験してますね。戦争
その辺の経験とかも、それだとフランス人の思ってはないじゃないですか。元々持っている何が言うか、何が言うか技術方針とか、なんか国立のことを見てやってますけど、相変わらないじゃないですか。色がないんですけど、何が言うか、今の時代にこう、やりやすいとか、コンピューターの時に、これが本当にいいとか、こちらだと思うっていうことなんですよ。これさえあれば、もっと自由に学ぶことができたり、そういうことを学ばなきゃいけないんですよね。写真っていうのはこうなんか変な妄想で、なんか設楽としたらそれは写真じゃないとか、作り込んだらそれは写真じゃないとか、いいんですけど、それは一部の側面に進んで、さっきの国で言ったら実はそれ写真じゃないとか、それは写真じゃないとか、そういうことでコンピューターっていうのが現れた時に、すごく衝撃を与えた考えが出てきます。その前に実はカナダとカメロン、カメロンってアーティストがいるんですけど、まずそれを覚えようって、ブスフィーっていうカメロンが出てきたんですよ。それで、結果がカメロンのところですけども、そこまで僕は最も明確な写真がここだと思ってるんですけど、これは、いや、小さいんで、いやいや、なんか、どうぞ、どうぞ、どうぞ。結構みんなコンピューターなんですけどね。最近の物質は最悪ですから、ね、死んでしまう。タイトルはスリーニング地球を使う。最近の最近の5年目なんですけど、日本だと、国立新技術館で大きいテーマで、その時北朝鮮というのをやってるんですけども、北朝鮮のマスゲームというのは、ウスキの写真は絶対に見えないんです。絶対に見えないんです。これで、全然なんです。大体こう、北朝鮮の写真を撮る場合に、ちょっといいんだろうと、そうですよね。やっぱりこう流れているんだけど、
とそういうところにたどり着けるんですよ。展覧会とかに行くとやっぱりこう写真の展覧会とかに行くと1年ぐらいしか見に行かれちゃうんですよ。でもそれだけじゃ無理なんですよ。だそのために写真集とか、はい、写真集だと長く見てたんですよ。それ一体何でこれ自分のところに来たんだろうかっていうものをこう探検というか、ベンチャーというかはできてるんですよ、うん、でそこを謎解きみたいなのが紐解けた時に快感が来るともそうですね、うん、謎解きはこんなの、うん、写真集は写真集がなくてわからないと思うんですよ。まずそれモニターをやっぱりダメですよね。痛くなりますし長時間見るのも見てやるわけですね。メカニカルしたからじゃあ これで作る連続性関係性の、はいはい、が本店の構成があるんですよね、はい、なぜこれを何か記録しているのかとかこういうふうに体を組む前に思ったかっていうのが写真集でしかできないんですね。モニターとページをバーって飛ばしても、途中に邪魔なものが映ったりとか、はい、これだから2ページも、10ページ前に戻るとか、こういうことができますか。はい、だそれがやっぱり写真集ですよね。はい、あとこれ作家の写真、雑誌とかと違って、作家の写真っていうのは、絶対基本的には取りにくしちゃいけないんですよ。例えば学会館の中平拓真っていうのが亡くなった写真家がいるじゃないですか、はい、で横浜美術館で図録を作った時にデザイナーがあって登録者だっていう絶対中平拓真の写真の絶対的な方法とそれは展覧会館は同じなんですけど、はい、見てみて分かるとそれで、元に戻る、はい、で基本なんです、はい、ただ本ととってもこう相性が親和性があるとか見開くとか、で特に元に持ってきた写真を本っていう形を元に持った形にしてみたりとか、ね、はい、だからそのデザインの先にフォーマットを作ってそれに元に写真を入れちゃって、で撮りにしちゃったりとか、バカだと思うんですよ。ちなみに展覧会では取りなしの作品が必ずです。中井さんの写真持ってますけどね、やっぱり今ワンセットで買わないといけないですよね。写真を買っていうのはやっぱりこう自分の目を鍛えると、はいはい、ね、価値が出るか、賞をお金がこう金のように育ってアートを買おうとしているのってもう業界ですよね。ということで、それを所有するときってすごい勇気が出るんです、はい、それだけペイするわけです、はい、でも戻って、それで預かるものじゃないですか、ね、それで預かってなきゃいけないわけですし、それを買うっていうのは金を払うっていうことなので、やっぱそれ買わなきゃダメなんですね、うん、買わないでこう見てるだけの感覚でいるっていうのと、やっぱりこうなんか作家と共犯関係になりづらいですね。その理由としてやっぱり写真集でまず展示して、そうですね、展覧会だったり、まあ、ネット上で見たり展覧会で、やっぱりネットで見るより展覧会の空間があるかありますけど、全く違いますね、うん、どこの場所っていうか、この展覧会もありますね。例えば横浜美術館で来場したのが展覧会をやったり、まあ、床の中で全部剥がしたんです。はい、それでだけで分かられる人の精神なんです。うん、それはなかなかそうですね。さすが空間に置いてるんですよ。それも自分だけ空間に置いてるんですよ。例えば文字時間から写真を作って手袋をやった時に太陽っていう手の部屋、そこは真っ暗なんです。部屋マハイシェクザスを使ってます。日本にマハイシェクザスがあるんですけども、ダメなんですよ。マハイシェクザスは実は精神の一番です。やっぱり時計を作ってる国によって、マハイシェクザスを実質とするんですけど、方面をちょっと出たかったんです。
例えば、出来上がりの人の、よくよく見せる写真、出てるので、大体、400回は全然見せた。まあ、ブルースクリーンの写真に、あるんですけども、アクリル板に、適正したステルですけども、例えば、アーティスになっちゃうんですよ。写真で言うのは、アーティスになっちゃうんですけども、大体5分。それも、それは、体を超えるって言ってもやってたんですけども、そこで、そこで説明してた。やっぱり写真を見てもいいんですか。写真で全部、データが入ってるんですか。どこで、そこで入ってるんですか。あと写真を撮って。もう、東京室ですよ。なかなか何も、何も作ろうと思って、いろいろやってるんですけど、そこで頼むんです。それも、本当に写真を。どうやって言ったら、その印刷物に出てたら高い高いですね。日本だと、でも印刷物って、やっぱりこう、国の畳を入れるのが、国も違えば、国も違うわけです。まあ、半分って世界的じゃないですけど、違うんですよ。何が違うかっていうと、視線の光の向きが違うんですよ。例えば、同じ印刷に例えば、日本印刷したものが、例えば、赤道直下とちょっと違うんですよ。で、その北の方の、例えば、東京口に近いところの、また色が違うんですよ。それは日本に認識した色の中のように日本を指す。そうです。この方が、地域用語なんです。同じ感じなんですけども、印刷物から D の写真を見るそういうものがあるんです。それで同じように見えるか。で、もし地図に見えるか、だいたい、中心から道ぐらいまで流れておいて、家に戻ってくれない、写真を作る、同じ時代の写真と、印刷物の写真を、なかなかね、両方が合っているときに、そしたら、自主的なと、なんか、自主的な自主的なので、傾向と合わせたら、ベルギーを支えるんです。ずっと写真を支える。いいだとしたものと、主になるようなことでいいでしょうか。
一生懸命で発酵しますよね。いいそうですね。いいんだよね。まあ、今ね、だからもう、今、印刷というものにプリンターの方でお写真を見てしたらいいと思いますけど、はい、印刷というプリンターじゃないですか。あれも彼の傾向が入ったのでね、すごいインク代高いですよね。はい、もうどん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 こう、モニターに近づくようにやってます、作ってますよね。機械のインクの方が高いですあれもちょっとサビっぽい感じですよね。もう決定的瞬間で決定的構図なのでもう一つなんです、はい、これ好きやりますはい、じゃあちょうどこれにちょうど差し入れになります、はい、いろいろテーマスしてます、はい、これはテーマスで選択してあるのがあるんですけども、まあ、こういうテーマスの写真集で結構ネズミが出てる、はいはい、写真集と思うんですけど、はい、やっぱりなぜネズミなのか、まあ、テーマスはゲイなんです、はい、ゲイの彼氏の名前のあだ名なのがネズミなんです、うん、愛おしいなんですか、なるほど、愛おしいですか、ね、もう一度言うのもいいですね、テーマスは ID ガラジンみたいなところからサブカルチャーが出てきた人なんですよね、はい、それでベリーに、事務所、はいはい、それはスタジオ、ロンドンのスタジオ、はい、で、なぜベルリンのスタジオがあるのかっていうことが実は理由があるんですよ、はい、それもこれなんですけども、ボイスベル、はい、これベルリン、ロシア人なんですけども、はい、もう僕が一番好きなカメラマンの人してるんですよ、はい、けども、まあ、人らしいよくでもないですけど、この人の面白いところは、ね、写真集を出すんですけど、もう全く違うんですよ、うん、写真集は全く違うんですよ、なんかダンスを撮って写真、はい、ダンスを座らすような写真もあるから、こういう最悪の写真もあるから、はい、最悪と違うんですけど、ね、100円ぐらい出して、不動産に写真撮らせて、まあ、最高ですよね、はい、でそれ実は、まあ、彼はもし、まだソビエトの時代に、メジャーの運転手だったんですよ、もうほとんど、はいはい、でそれで、写真が好きで、その時写真を撮ったんですよ、そしたら車に行ったんですよ、それで、まあ、ベルリンの方に、はい、ロシアから行きたい、ソビエトからロシア、そこからベルリン、はい、それで実はティグマンスのポリスにめちゃくちゃ影響を受けてる、写真を見るとかなりすっごいですね、だからそのところで進めたらしい、なるほど、でティグマンスもベルリンのベルリンの対応です、まあ、その件はうん、ベルリンというのはミクシアされていて、アーティストがたくさん、まあ、家賃が安いというのがアーティストがたくさんずっとあるので、考えていますけどね。中島さん、前にお伺いしたときに、テイマンスが、まあ、それこそ活躍しかしているところにお仕事をしていたということなんですけれども、はい。やはりその時からテーマが輝いてるなというふうに思います。全然ありますか。今日はそのだろうと、何だろうと、リチャード・プリンスを使用してきました。はい、そう。創世を変えるテーマですね。なかなかやっぱり日本人の方でね、そこまでこう、まあ、アーティスト、世界のアーティストと仕事をされる方も少ないと思うんですけど、なかなかやっぱり世界の方と仕事をされるというと、日本の方と仕事をする。ちょっとスタンスが違ったりすることがあるんですか。まあ、ありますね。基本的には日本人限らず、あなたは取ってくれないよな、ちょっと手が高くて、みんな思うんです。でも、頼むのに分かるんです。
歌のこと結構やってくれます、うん、すごいシンプルな僕は雑誌を出るから、はい、雑誌ってギャランティーカメラの、まあ、モデルに対してギャランティーが狭いです。記者がいます、記者がいます。なのと、まあ、それがなっていくだろうと、まあ、あの準備できるだろうと、ジャパンのプラトピックだろうと一応分かっています。それは今広告側やってるんですか？いや、そうですね、プロモーションです。ああ、なるほど。そうそう、結構雑誌や新聞だったりするのが目的や、まあ、お金も発生しないですよね。なるほど。雑誌は、まあ、払わないです。はい、この場合は、あの少ない契約が発生します。はい、もう営業は取れても、こう、あの数字いくらになっているので、いくらやっても全く同じ契約が生きていきながらやっているんですけども、ね、でも、まあ、僕はまあ雑誌やっているせいは、まあ、著名な買い物になることをやってきたんです、はい、で何でも守っているのは自由になって、ユニバーサルにしていくのが自然なので、上から動いていくんですよ、下から頼むんですね。それから動いていくのは、まあ、地面の寄せるみたいですけども、僕らへの年齢になっちゃうと、もう、めんどくさいんですね。上から頼むんですっていうのは、それ30過ぎぐらいがそうなんですけども、例えば、ファッションプランっていうのを、キャンペーンを考えると、一番大事に、じゃあ、早くさんに頼むと。予算プレゼン。もう、俺はサッカーしてて、えぇみたいな感じなんですよ。それで、サウナに何を出すか。で、それを別の写真集のお知らせ、こっそりその打ち合わせも挟んじゃって、もう、あいつらのノート見たくないみたいな。うん、じゃあやめよう。僕がもう着物を着て、ボディングの問題な感じで。それから、ノリノリになっちゃって、最終的な学生のと、公園ポスターさせてくれた。あれが3年で、あの、お前になるとか。でも、すごいですね、学生さん。本当にキラキラします。学生さんは成功しないんですよ。成功しないんですよ。成功しないんですよ。僕、これ、うまいですよ。中学生で、学生さんの秘密は、基本、6年の息子。はい、6年の息子。で、させるときは、6年と、サンゴを特化引くと、特化引かれることを支えています。相棒は全くないですよ。とてもつけています。で、実はでもサンゴの中にフィルム入っています。はい、ちょっと50回くらいしてるんだけど、36回くらいでしょ、思ってたと思うんですけど、実はフィルム入っています。それはどうして？モデルの天使を持ち、あ、なるほど、相手の天使を持ち、なるほど、見せたのに、いいねとか、なるほど、こう、分かるんです。なるほど。人それぞれですね、渋谷さんの初めの、うん、僕はデジタルになりましたけども、本当に僕は、初めの参考の本ぐらいに表現するんですね。それでも、こうなったような。で、それは相手が、こう、今の計画のから考えるんです。考えるんですか、ね、うん、まあ、でもそういうのもデジタルの話にすると、まあ、デジタルの話にすると、少しまた変わってきます。変わってきます。なんていうのかな。ね、無駄にしながらしますよね。だからデジタルは多いと思うんですけど、まあ、取り方の姿勢として、僕は一番びっくりしたのが、今、どう雑誌とやっているのか、条件が悪いのか、僕、とにかく5分で、実感と。そういうことでよくあるんですね。でも、ロバって時を見せないわけですよ、ね。どうなってるんですけども、まあ、思っておいて、時間がないから、ね、そういう声で届けかけたら、後で、テストの物産を変えられるから、そりゃねえなって、さすがに。ちょっとさ、本当にそういうリアクションを見るのにびっくりしますね。そういうことでも収集力も変わるよね。ええ、そうですね。それだと食べ物すればいいんじゃないのって今思っちゃうんです。ただ、なぜそこで押してるのかという決定的な違いがすごいいいなって。で、
ればシャッターをすると僕はいいと思います。情報ですけど、林さんとかでも、林さんって感じるのに、昔は自分の入門者の屋上で、いろんな車を乗ってたのが、僕はどんな世界で、それはですね、はい、で、それを林さんに台風の回収で、で、これ、お前の写真。これの状況を作ったのでこれの写真なるほどどこが高すかだから3名みんな昼間教えされあれなるほど、まだそれまでの関係ですねそれと昼間さっきの高校の時もそうなんですけど、はい、どっさりです僕らの当時フィルムも渡されるんですそれって小説の題材があるのも相当有名であるのこれを俺を印刷したらどうなるかって実験台されてないんですよ、ね、僕はマグラーズです生活するのか基本的にはやっぱりアラスも気に入れる気に入って自分の手間がポスターがされてるでも今このこういろんな問題欲しいね、この写真集とかそういうのは全部破棄してるんですね、うん、まあそんなの写真家にとっては僕らはどんどん見たかと思ってるんですけどね、うん、いいじゃんって思ってますね、そういう人だったんですけど安っぽく見えるような視点ってなってさっき両方持ってますけど両方もでも私なんか荒木さんのマッションの写真を撮ってるのは珍しいかなと思うんですけど、これは石内美穂さんですよ。石内美穂さんで、これは川村が西区で作っているのがあるんです。西区といえば、まあサボテンみたいな、石内美穂さんは女性の前にいる方が、そしてやばい。彼女の遺品の写真を撮ってますから、それもあって、サウスで熱心に行かれてるので、実はこれ、石井美穂さんが庭で撮影してるんですよ。庭なんですね。へぇー。これで腰してるんですよ。美穂さんの顔の上のところですから、そこで血を取りに行って、さすがの、そういうことですよね。で、これだけの、私初めて幸福を知りました。誰も頼まないですよ。僕が初めてですよ。それくらい山田さんの、その、こう、女神で、そこに幸福した。そうですね、そうですね。だから、神谷を、どういう方に取ってもらおうのかっていうことにアーディレクションなんですよ。はいはい、で、去年なんです、はいはい、それでこう、たぶん例えば私さんに写真を撮ってもらうと僕は後ろでただ見てるで、ところがこう、ある可能性の社会の部分もう今まで撮ってるこのポーズで、ここからこうって撮ってるなんて、うん、そういうことなんですよ。料理みたいな、はい、例えばあのゴーマンで食べたゴーマンとか、はい、イタリアンとかですので、はい、きれいな味で、はい、きれいにスライスするのが一番美味しいんですよ、はい、それにイタリアンが一緒に、はい、じゃがいもじゃあ同じように生で食べてそれ食いますよ、うん、これじゃがいもじゃあ二次用にお肉を持って何かそういう金の特性があって、はい、でそれがこううまい技術ですから、それで変わるんです。だから先ほどその荒木さんの時は最低限の着物でっていうところを教えて、で腕がこうやってスタジオで、はい、それで変わる。だからうちはさすがに1回なんですよ。だからもっと楽です。楽です。特に楽ないですから、どうぞ。あ、すみません。先週のように。
ゃあもうそのアレの撮影の時にもうエリア帯が見えるような感じ。いや、そんなことはないですけど、まあ、反射神経はかなりいいと思います。普通のカメラより僕が撮った写真の方がうまいです。ただ僕がやる写真が薄い僕にしては、まあ、なかなか薄いですよ。でそれはもちろんもちろんそれで基本的に僕は写真を使うと思います。これ自分の写真が印刷物になると思って10回目ですよ。でもその10回はぜひ見てもうそれも飛ばすと自分で飛ばすと思いますけどあります。こう思ったり雑誌です。雑誌で CD じゃけど使えないです。今年今イギリスに行ったり行ったりするんですか。2人もないです。過去を振り返るの好きじゃないので、先しか興味がない。展覧会って印象ですよね。こんなのを読んだのに印象です。だからそのままケースデータを発生します。展覧会って言ったときに僕の絵もこういうの見てるのが思いちゃうの。でもそれこそ同じ絵を作るんですよ。昔の感性に戻ってるんですよ。ああ、そうですけど。
お前せんの何千万かにも、俺のせいで、いつもやるすか。俺のせいで、いつもやるすか。いや、それだけやっぱりね、あの、すごいってことだよね。俺のせいで、分かんないですよ。気が少し、もともとなんですよ。そうですね。今はもう終わりましたけど、最近新しい入り組みの新しいのが出てますけど、それが最後ですけど、でもまだここの左下にしますけど、でも多分、例えばあのピーカーサイルとニューヨークの流れをやってて、セーフ、ミュージアムとアーティフェクターの成功例がいくつかあるんですけど、僕はその一つだったんですね。で、そのスタッフがやるとレモンとマカロンです。はいはいはい。僕が選ばれた時もあるんですね。はい、そうですね。はい、僕らも早く腕で選ばしてるんですよ。坂本龍一の中島秀樹って言われないですから、違うんだ、僕だって一回やってもらったんですよ。いいと思うんですけど、でも、まあ、今解散してみたいなので、これだけ僕がやるとやっぱりいいんですよ。それがよく言われるのは、とにかく岡島さんのジャケットの方がいいんですよ。それは素晴らしい。やっぱり、CD アゲルっていうのは、レコードで、もう個性に持っていくと思うんですね。やっぱり、それの方針っていうのは、もう死ぬなんてなくなっちゃったんで、成長しても多いと思うんですけど、いやでもやっぱり逆に言うと、そのジャケットがいいと、その分の大きさになるんですよ。その意味だけ、変なものをするっていうことで、ちゃんとそのままベースとして持っていきたいなというふうになるんで、僕はフェチが好きなので、やっぱりこう、エロテックの基本的に好きなんですよ。ドキドキする。大体ドキドキする。どうも残っていても、
はい。
と思うんですけど、先ほど、レベルの方が何か帯がない状態だったり、
ええ、ちょっと日本書士の話はもうないと、はい、その中ではなかなか考えられない。ここにはある状態で、ここにはある状態で、ここにない状態で、どういうふうに言うのかわからないですから。ここまででも無理になるんですか？そうですね。基本的に日本語から絡まずに、日本語から絡まずすぎてもなんです。ここにやってみるような、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 
まあ、やっぱり成長してる年齢とは違うんです。はい。まあ、ほぼ、なんか、系統的に。これはやっぱり、まあ、ね、この、ジャケットがない状態で、棚に育ってても、すごくやっぱり綺麗なものだと思います。素晴らしい。まあ、綺麗なものって、やっぱり、可能性の高いってことだと思います。そうですね。いや、でも本当、お値段で見られるような、ちょっとあれだと思います。別でも専用の規模なんですよ、うん、車の最高の規模だと日産の最高ですけども、そしたらこうデザインの専用の規模で、はい、ね、いくら何が早いからデザインは動きがないのが見てるんですよ、フェイダーとか、ね、ハイヒールデザインとか動かないんですよ。いや確かに、車なんてちょっとね、あのかっこいい車なんで、ちょっと色違いもあります。で、基本的に動くのは人間っていうか動物なんで、スマホっていう属性なので、うん、どれも自由なのか、うん、それは食感、こういうコンテナスの音も、あの、触ったり、食感も、そうですね。そうですね。そうですね。これはやっぱりモニターではないですね。はい。そうですね。これはやっぱりこう手に取って所有していたいっていうね。過去年だけではないんですね。はい。最も重要な情報のようなっていうのは、最も適性がいいっていうことが信念のようになります。そう、同じこともフランスの人間のやつもデザインしてるんです。はい。片付けていいのは、やらなきゃっていいのは、記憶に消えちゃっていいようなものをモニターで十分なんですか、はい、まあ、死ぬ限りの中に血が入ったらいいです。いや、でもね、やっぱり、こう、昨今は、まさに一般の人は、こういうお金をかからなくて、その、やっぱり、どうすると、皆さんの方にもう少し、こう、興味を持ってもらえるかなっていうのは、すごく考えているところなんですけど、やっぱり遊びのプレーがすごいですね。酒を入れるとか、ラッパーを出すとか、そういうのと同じ位置づけ本っていうのは、僕はね、まあ、僕は読むかとかしないですけど、読むに使える以外にちょっと近いですね、私に。男の足しなっていう。やっぱりそういう攻撃な感じっていうか、かっこいいっていうところを、これも少しね、感性が高い人は、はい、やっぱりこのモニターでは満足しないですから、はい、モニターといった時にエロティックさっていうものがやっぱり実際のものが全然エロティックですから、それはやっぱりいいと思うのか、分からないですけど、洋服なんかもそうですけど、モニターで触られて、こう触られて、こうやって試着して、やっといい、そうですね。やっぱ安っぽいユニクロとかさ、あれがファッションじゃないですよね。どんな洋服ですか。あのカルチャーじゃないですよね。使いすぎるティッシュみたいなもので。でも、結構カルチャー、ファッションの感想ですよね。本物のカルチャーですよね。で、そこにさ、顔を描くとか相当、あの、妙感な方なんか極端なんですよ。もう図書館みたいな名刺が出ますよね。場所取りだよ。いや、やっぱり本はね、その場所を取るっていうのが唯一の場所なんでいいかなと思うので、やっぱりただね、それだけこう所有している喜びっていうのが一方であるので、それをこううまく調整しながら、皆さんには手に取ってもらいたい。アメリカのヨーロッパのコーヒー店とかで使えるから、そうですね、お客さんがこう来た時に、ね、コーヒー店の上にこう、文句を見て、はい、その人がこういう心で、はい、あの、本当にこう、今これを、今こう思っているってなれば、あの、すごくセンスに、はい、っていう基準が、はい、出されて、はい、はい、で、コーヒー店とか、はい、その、はい、で、毎回こう書いてくる、はい、はい、そのために皆さん、新しい方がいい商材を入れます。住宅事情っていうことも、実は関係はね、改善しているんですが、はい、まあ、それでもさ、ね、オリジナ
ってないなと思います。あの昔ブラジルの新しいので勤めてたあのちょっと年齢持ってる人が、昔はやっぱりそのオリジナルの買えなかった本を切って脱走してたっていう、それも同じ人だなと思うので、やっぱりそれだけ自分の気に入っているものを所有してたりとかっていう形ではもう取れない場合、やっぱり気に入ったページだけで切って、自分がしっかりと脱走して、そういうふうに思います。美術の支援習慣といいますか、やれ支援習慣っていう、でも綺麗、例えば写真がすごく美しい、綺麗な、しわのない写真を感じるので、作家がどうぞ、事故で起こってしまう、そういうのを逆なんですよね、出てしまってますね。それは美しいな。美しいな。逆にしちゃったな。いやでもそのね、中野さんの所有されているブレスの作品集はもうすごくエイジングというか、もうすごく味わえてるものがあって、今、エイジングという年を取っていきますが、はい、僕らきれいに作るのはすごくエイジングというか、考えられるから、これはもうしょうがないものなんですよね。で、世の中は日本のアリス、これを本当にきれいに残してくれる職人というのはいますから、まあ、そういうことに頼むのもいいし、僕みたいにイラストを頼むのも含めて一番楽しい、うん、まあ、女性のね、年を取ったら幸せみたいなものって、うん、それはそれで美しい、うん、そうですね、こっちにやらせて、はい、やらせて、はい、はい、で、そういうふうに、なんだろうな、なんか演技を嫌う人がすごく多くて、例えば、ね、こうあんまりこうやってやってるとエイジ気に当たっちゃうからとかって、あまり見ない人、はい、もう文化ですね、うん、そうあると思うんですけど、ね、例えば文芸本とかも、はい、ここにいるのあるとか芸術が整理したいじゃないですか、はい、でもそれは紙がさ、コンピューターに使ってるのも整理してるから、こういう本って、ね、はい、もう整理する必要ないんですけど、ね、はいはい、例えばね、並べているのがすごく、ね、時代の移り変わりを感じますね。
で、数学の技術、技術っていうのテクノロジーっていうのは全部結構物理に戻らないので、進化って物理に戻ってます。はい。いくら原発が嫌だったかって、まあ、思っていても、人間っていうのは発明していきますよね、どんどん。交代すれば、テクノロジーが動かない。ますますじゃあ何年か後には違った形になって、場合によっても我々が想像できないような形になるけども、でもベーシックな形っていうのもあるし、本っていうのは完成されてるもん。その本はどうやった？一年半ぐらいかかる。一年半ずつ正規の時期から完成まで。最近は本を買う人も減ってる、世界的に見てもそうですか？そうですね、まあ、出版っていう部分でいくと、やっぱり世界的に昔に比べると強いけれども、さらにやっぱりアップロックっていうところは、昔に比べると、やっぱり書店さんで置く場所っていうのは確実に減ってると思うんですよね。ただやっぱり一方でコアなお客さんっていうのは私はちょっと増えつつあるかなっていう気がしてます。でそれはやっぱり中島さんが申し上げるように、そのデジタルでは感じられないものっていうのをこの印刷された本っていうフォーマットを形で味わいたい、楽しみたいという人がやっぱり少しずつ増えてきているかなというふうに期待をしてます。もう3つは高いと思います。ただやっぱりね、そうですね、若い人に関してはちょっとまだまだこれからかなという気がするので、やっぱりより若い人にこうそういう程度の機会というのは何とか作っていかないといけないなというのは感じます。初体験のモニターですから、若い人たち、本に対する不適シーズンのことっていうのはなかなかこう入り入ってくるのが違うかな、ね、それは違うんだと思うんですよね。2人とも世界マーケットでやってますけど、日本と海外の違いとかで、まずどこで？まあ、日本と海外の違いというのは大きくあると思います。特にそのアートだったり写真という分野に関していくと、なんでしょう、裾の違いというかね、全然違うと思います。でやっぱり中にもなっている調査ですが、この共有という問題はすごくあるような気もしますし、やっぱり若い時点で その体験がそのないと、なかなかちょっとこう大人になってから入っていくというのが難しいのかなという気がするので、やっぱり日本ではもう少しこの若い時からこのアートに触れる機会、写真に触れる機会というのがあった方がいいんじゃないかなというのは思いますね。まさしくですね、東京に住むっていうのはやっぱり、ね、田舎に住むっていうのは圧倒的に違うので、ただでギャラリーですと何て言うの、バレロデーですか、ニューヨークの産業だったんですよ。でこんな都市ね、都市が世界中ないですから、でもそうしてもね、大学で使って地域の子どもたち、まあ、小学生だったりをそのやっぱり美術館に招待するっていうのをその行政がやってるらしいんですね。でそれによってやっぱりその小さい時からアートに触れる機会っていうのがもうおのずとできてきてる街らしいんですよ。なので彼らがもう少しこうどんどん大人になっていった時に、やっぱりそういうものに触れて育ってきた人たちがさらにそこにこう良さを皆さんに伝えていくことができるんじゃないかなと思ってるんで、やっぱり全国にね、それと美術館というのも、ね、やってるんでしょうけども、もう少しさらに踏み込んでいくと機会が増えて、ますます皆さん豊かな気持ちになれるんじゃないかなというのが、戦国に贅沢が敵だっていう概念が生まれたんですよ。でそう日本って敗戦した時って太平洋戦争、それもアメリカに負けただけで、イギリスもオランダも勝ってるわけです。
でそこから、まあ、日本がもうやるのが贅沢ができたっていう概念だったんですよ。でそれをまあ引き継いだんですよ。ところがその前の世代の時に、例えばファッションではいい着物をみんな持っていたり、例えばいいお皿を持っていたりとかっていうのは道具的にはありました。普通にもうそこに概念がこびりついてしまう。これはもうこのある種粘着性の中にそのものをどうやって概念として剥がしていくか、それはすごい自由だと思います。100年かかると思って、例えばそれは我々はもう専用されるようになったので、極端な例を申し上げれば東京の裁判とかね、あれなんか電車で行けないですから裁判とかないですし、ビンチですからね、なんで東京が研究するかで処刑されなきゃいけないという別に理由そんなのないんですよ。あれは島の人のボールあれでこういやそうせざるを得ないというか、それはまあそろそろ消えて制度評価されていくので GHQ の住みの先に上がれていくと思うので、きれいに上がれるのかもしれないかなと思うんですけど、まあ、そろそろ若い世代が気が付いたことも別に安く一日に普通に行けるまあ、やっぱりそういうところからの精神性もこうもう少し変えていかないといけない、そうですね、自覚士官みたいなものとか贅沢な時だという、まあ、人間の、ね、欲しいとか人間の物欲とかあるわけですから、はい、そういう欲望を抑えてしまうっていうのが良くないことですよ、はい、借金してるでもこう買える、苦労を買ってても買えるとか昔あったじゃないですか、そういうの人されていたりしてましたよね。僕なんかもまず僕なんかお金全然ないんですけど、銀行に銀行お金持ってる自分は持ってないだけ、お金ができちゃうと作品に全部つぎ込んじゃいます、うん、どっちの方がじゃあ豊かなんですよ、うん、ね、あ最近でもビジネスの場でもそのアート的な思考というかそのロジックだけではなくその感性を鍛えてその判断をこう良くしていきましょうみたいな動きがあるみたいで、やっぱりその MBA を取る人たちがアートも勉強するようになってくるというような話もあるので、そういうものが一つこう皆さんの思想の変化で出ていく機会なんじゃないかなとは期待します。今もう小説で、15年後には品川区の現代進学が始まるんですよ、うん、今も、神戸のあたりが徐々に経過進学が始まるんですよ、どんどん空き家とかが出てくるので、よく日本地理においてのこの住宅事情の狭さっていうのがちょっと解放されてくるっていうのは、例えば僕が東京で初めてアパートを借りた時の家賃と今の家賃を比べると30年前の方が高かったんですね。今の家賃資金も利益もなかったりして、はい、東京ではもう昔からそういう土地が高くて、まあ僕から見ててはもうバブルの分ですから、もうめちゃくちゃ高かったですよ、ね、うん、で今はまあそうだったらね、ロンドンとかニューヨークから比べたら東京安いんですよ、はいはい、でもっと安くなるんですが、例えばそういうスペースを空いちゃっていたら、まあ僕に近くにもあるんですけど、はい、普通に空き家があったところをレンタルスの総合化に使えますよ、はい、そういうのが出てくる、はい、今アパートにすると絶対損するという動きが出てくる、じゃあそうすると家にそういうスペースも出てくる、あと専用から、ね、解放されるっていう、はい、もうちょっと自由になれる、うん、出してドイツで、ドイツも同じ敗戦国だと思うんですけど、はい、だいぶ
違う感じがするんです。そうですね、まあ、あのドイツ割とその精神性は非常に私日本に近いかなと思うんです。でさらにその文化的にもその印刷文化っていうのはそのルーテンベルクの印刷から始まってるんで、その印刷の、まあ、日本も印刷クオリティ高いと思うんで、そういう部分でのその親和性というか共通点っていうのはあると思うんですよね。でやっぱりすごく出版も盛んな国ですし、あとやっぱりアートにもすごく力を入れてる国だし、アートの土壌もある国だしっていうところで、やっぱりそういうところからこう発信というのが生まれてきて生まれてきたと思うんですけども、やっぱりその本に対するリスペクトだったりとか、あとアーティストに対するリスペクトっていうのはドイツ人に非常に高いと思います。不思議なことに第二次世界大戦後にそれから敗戦国の方があの成長してるって言う小戦国はみんなどんどんダメになっちゃってるでしょ。まあアメリカもね、あの、まあ、貧困層もかなりきついじゃないですか。で当時は世界の GDP の 50% ぐらいアメリカ持ってますけど、現在 13% ですからね、まあ、国防ということで日本と、まあ、韓国ではもう下手すると日本からもなくなる可能性もありますので、ね、まあ、それしか思えないんですよ、ね、そうすると日米関係も変わってきそうですよね。で、うん、まあ、そういう時代になってくるんですよ、ね、そういうこととその社会のこととデザインのこととか表現とかリンクしてるので、うん、それも見とるすごい時代です。どの国もなくなるんですか。来年か世界に。そろそろ時間もだいぶオーバーしてるんですけども、はい、ここら辺であの質問とかあれば、で誰かいればぜひ。それからこの文章に書いてあったんですけど、実は暴露中で換算ギャラリーという、まあ、ちょっとギャラリーをやってるんですけど、5月いっぱいでちょっとキュレーターだとか東京芸大系の方のやり方をちょっとやめて、まあ、もっとそこは映像だけのギャラリーだったんですけど、もうでもあらゆるジャンル の、 アートを取り扱おうというふうになりまして、アートコントラックの中から、まあ、新人でも新しい若手の方も少し発掘をしようということで、新しいプロジェクトとして今年の年4回やるんですけど、あと8月31日と11月の末に予定してますけど、まあ、そこに作品を発表された方
ね、受講員時はと私たちの数名と、なんかこの裏にあるアンケートで、今回7名の作家さんが一番まあいいなと思った方で、1、2名、0点を入れて、受付に置いて帰ってくる。で、来年の12月、今年の12月に審査をしまして、で来年、ハートポトラックのホームページで発表します。で、それで書いてあるように、ギャラリー代、レセプション代、ネーム代はギャラリーに負担させていただきます。で、制作として20万円を寄付させていただくと思いますので、ぜひとも、お友達の中で、こういう会があるよというふうに告知していただいて、どん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 ハートの輪を広げていきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。だからまだ見てらっしゃらない方でいいと思いますので、もう一回回っていただいて、フロントの横で懇親会をすることを用意してありますので、ぜひそこでよろしくお願いいたします。お二人、拍手をお願いします。